バーニングマン。バーニングマンは、アメリカ合衆国で開催される、大規模なイベントである。バーニングマンは、アメリカ北西部の人里離れた荒野で年に一度、約一週間にわたって開催される。例年、8月の最終月曜日から9月の第1、月曜日、米国の祝日、レーバーデーであるまでが、バーニングマンの会期とされている。会場となる、ブラックロック砂漠は、 ネバダ州里野市の約150キロメートル北北東に位置する犬子と呼ばれる何もない塩類平原に町を作り上げ新たに出会った隣人たちと共同生活を営みそこで自分を表現しながら生き抜くそして一週間後すべてを無に返すこの実験的な地域社会はさながら都市の様相を提示自らをブラックロックシティと呼称しているブラックロックシティは 直径 2.4km の大きな扇形の市街地と中心部のオープンスペースおよび周辺部からなる総面積約4.5平方キロメートルの五角形の町でありそこで回帰中に生活する人々の数は約5万人ほどである2010年の主催者発表入場者数5万1454人バーニングマンという名称は土曜日の深夜 街の象徴として、場の中心に立ち続けていた人型の造形物、座紋に火を放ち、それを完全に焼却することに由来する。会場は外部の世界から地形学的にほぼ遮断されており、電気、上下水道、電話、ガス、ガソリンスタンドなどの生活基盤は整備されておらず、一般のテレビラジオ放送、携帯電話などもサービス提供範囲外となる。 売店や屋台、食堂なども一切ない主催者側が用意するのは、自然環境保護のため必要とされる仮設トイレ群と、食料の鮮度を維持するための氷のみである。従って、バーナー、参加者たちの自称、燃やすものの意は、水、食料、衣類、住居、燃料など、自らの生存のため必要とするもの全てを、自らの責任において事前に、準備しなければならない。 ブラックロックシティの市民たる各参加者は思い思いの場所に自らの手で設営したテントやキャンピングカーを家とし他者と出会い新規に友人を作り交友し問題を解決しコミュニティを形成するこの劣悪な自然環境下で生きていくためには自ずから隣人たちと助け合う必要に迫られるのであるここでは貨幣経済や小行為は忌むべきものとされており 明確に禁止されている。見返りを求めない、贈り物経済と何よりも親切な心が共同体を成立させている、物々街や物とサービスの交換は推奨されていない。その広大な会場の各所には参加者の手で大小多数のアートインスタレーションが設置され、昼夜を問わず会場の至るところで多種多様な活動が実行に移されている。 具体例を挙げるならば、などである。これら一つ一つが、各参加者の自由な発想から生まれた、自己表現の手段である。一方で、診療所の設置や、新聞の発行、FM 放送局の解説、交通整理、入り口ゲートでの参加者の出迎えなど、この一時的な共同体の構成員全体に、貢献するような活動こそが己を表現しう手段で、ある、と捉える。 者たちもいる。例えば、ブラックロックレンジャーと呼ばれるベテランバーナーのグループは、事前に十分な講習を受けた上で、参加者間、あるいは参加者と、法執行機関やマスメディアとの間立ち、様々なトラブルの解決に当たっている。ブラックロックシティにおいて、一般的な価値観では、こういった活動に参加し積極的に人の輪に加わっていくことや、 自ら独創的な活動を企画し、実行してみようという姿勢を高く評価する。反対に、自分では何もせず、ただ、バーニングマンを見に来たモノミユさんの、第三者であろうという態度は、非常に恥ずべきことだ、とされている。十過剰の根本理念、どんなものをも受け入れる共同体である、与えることを喜びとする、商業主義とは決別する、他人の力を当てにしない。 本来のあなたを表現する、隣人と協力する、法に従い、市民としての責任を果たす、あとは何も残さない、積極的に社会に参加する、今を全力で生きる。街路はこうを描き、同心円状に連なるようで在院されている。1999年以来、人型の像を中心とする直径、約 2.4km の円を三分割し、その二つ分の円庫をしまいに、 残りの一つをオープンスペースにするという基本構成は変更されていない。一番内側に設置される円弧状の通りはエスプラナードと名付けられ、その外側に同心円状に連なる通り、ストリートにはその年その年のアートテーマにのっとった名前が付けられる。例えばホイール・オブ・タイム、字の車輪、1999年やザ・ボール・ト・オブ・ヘイブン、 天井の宝石箱2004年といったアートテーマの年にはストリートに太陽系の各惑星の名が与えられた。各ストリートは座紋から近い順に頭文字が A, B, C, D, E, K、G となるように命名される。その場は無空編のように層をなして連なる市街地を貫き、会場中心の人型の像から放射状の街路が一番外側の エンで、まっすぐに伸びている。すなわち、3時のプロムナード、6時のプロムナード、そして、9時のプロムナードである。ザマンが顔を向けている南西の方角が、ブラックロック式という大きな競馬の6時となる。この位置には、インフォメーションブース、救護所、レンジャー本部、郵便局、放送局などコミュニティの中心機能が集積されたセンターキャンプが置かれいる。 市街地内には同じように時計の文字盤を模して30分ごとの位置に放射状の街路、アベニューが付設される。3時30分通り、4時通り、4時30分通りといったようにである。放射路には必ず仮設トイレ群が設置されている。10時の位置から2時の位置までは食べかけのバームクーヘンのように 市街地が欠けており、その中間点である12時の位置には参加者が、心の拠りどころとする寺院が建立される。参加者たちは、自分が現在、この大きな時計盤の何時何分の、どのアルファベットの通りに立っているかで、会場内の座標を認識する。道に迷った時には、時計の針の付け根である、座窓の姿を探すことで、自分の位置を把握できるよう考慮されている。 ザマンが会場のどこからでも見える高さに設置され、夜間にはネオン管で輝いているのはこのためである。これらの街路命名法は試行錯誤の末に編み出されたものであり、過去の開催時には他の方法で名付けられたこともあった。アートテーマ、ザ・フローティングワールド、浮かんでいる世界、2002年では180度、175度など、羅針盤が差し示す進路が、 放射炉のアベニュー名として採用され、また、ビヨンドビリーフ、信ずるところの彼方に、2003年では、放射炉に、アブサード、とんでもない、ラショナル、合理的ななど、形容詞が、同心炎上の、各街路には、信ずるものとなる名詞、オーソリティー・ケニー、クリード競技、などが与えられた。交差点において、アブサード・オーソリティや、ラショナル・クリードなど、 皮肉めいた意味をなすよう言葉遊びが仕組まれていたのである。しかしながら、これらの試みは慣れ親しんだ、時計盤が垂れアウトと比べて不便であるとして、バーナーたちから不評を買う結果に終わった。プラーヤ城には、連邦航空局の認可を受け一時的な飛行場が設置されており、自家用機での入場も一般的である。ただし滑走路には飛行場等価が設置されていないため、 夜間の離着陸はできない。空港使用料は40ドルとされ、滑走路のマーキング、駐機場整備、吹き流しの設置などに充当される。ブラックロック砂漠は、標高1191メートル、3907フィートの山岳地帯に位置し、東側を、西側をに挟まれた盆地である。このアルカリ塩が堆積した土地、プラーやには、サボテンすら生えず、 サソリもゴキブリも生息していない。外観はユタ州のボンネビルソルトフラッツに類似するもので、灰色の乾いたデイチが見渡す限り広がっている。表面が平坦かつ硬く引き締まっているため、自動車による世界最高速度記録の物体としても使用された。砂漠気候に属する高地であるため日差しは強く、日中の気温は、 バーニングマンが開催される8月最終週には摂氏35度にまで達する。しかし太陽が山の葉に隠れるや、稲や、水分に乏しい大気や地面の温度は急激に低下し、日の出前には摂氏4度程度にまで冷え込む。真夏と真冬が同じ1日の中で切り替わる、まるで月面のように極端な自然環境である。このため参加者は、防雨よいと、 防寒着を事前に準備し、自らの判断で適宜着替えて、身を守らねばならない。また極度に大気が乾燥しているため、昼夜を問わず喉の乾きを覚える前に、積極的に水分を補給し続けなければ容易に、脱水症状に陥ってしまう。山脈のない北東、あるいは南西からの風が常に吹き込み、乾き切った固定の泥を舞い上げる。砂というよりは、 小麦粉や小石灰のような非常に粒子の細かい粉末であるため容易にテント内や車内に侵入し降り積もる。粉塵はカメラやパソコンなど精密機械の内部にも入り込み故障が多発する。強風により舞い上がった砂塵が竜巻の姿を取ったり台風のように吹き荒れる砂嵐に街全体が飲み込まれることもしばしばである。砂嵐の中では視界が文字通りゼロとなり、 伸ばした自分の手の先すら見えないホワイトアウト。粉塵防護ゴーグルなしでは目を開けることもままならず、呼吸には防塵マスクが必須である。設置したテントが強風に煽られて崩壊したり、巻き上げられ飛ばされてしまうことも珍しくいい。また、急な豪雨に見舞われることもあり、暴風雨が何時間か続くこともある。この場合には会場全体が泥沼とかすため、 地面が乾ききるまで外出は不可能となる。バーニングマンは、発起人であるラデー・ハーベイに、事務所を構えるブラックロック指揮者が年間をして、その準備に当たっている。彼らは、このイベントを、コミュニティ社会の実験であり、参加者一人一人の過激なまでの自立と、自己責任に特徴があるとしている。しかし、運営側と来場者の区別は曖昧であり、参加者一人数とは、 自分がイベントの主人公の一人だという感覚を持っている。渋滞時の交通整理や現地でのチケット発見、入場ゲートでのチケット確認、セキュリティチェック、インフォメーションブースや遺失物集積所、センターキャンプカフェでの接客など、現場での運営に関わる様々な仕事は、パートタイム労働者等を雇うのではなく、参加者有志がシフトを組んで対応している。また、自然環境を守り、 そして毎年継続して開催していくために、数百人の参加者たちが、会期後も、プラー屋に残り、組織的に遺留物を拾い、それを処分している。1986年6月21日、下死。ラリー・ハーベイとジェリー・ジェームスは、材木を組み合わせて高さ約2.4メートル、8フィートの人型の像を製作した。彼らは、 カリフォルニア州サンフランシスコのベーカービーチ公為を通じて親しい関係となった。こうして毎年一番日の長い日にバーニングマンが開催される、うになる。このイベントはサンフランシスコスサイドクラブ屋など西海岸アンダーグラウンドシーンの興味を引き、年を減るごとに多くのアーティストたちがベーカービーチに集うようになる。1990年6月21日 イベントは500人規模にまで拡大し、それに従い、ザマンの立像も高さ12メートルの大掛かりなものになっていた。ラリーと仲間たちは、例年通り制作した像を砂浜に設置するが、法執行機関により点火を中止するよう勧告される。彼らはザマンを解体し、トラックに積み込み、ベーカービーチを後にした。約2ヶ月後のレーバーでウィークエンド初日、参加者有志は、 もう一度集合し、隊列を組みシェラネバダ300を超えた。カコファニーソサイティのゾーントリップ4として企画されていたブラックロックさえの旅にザマンが招待されたのである。彼らはプラーヤに到着するとザマンの再組み立てを行い、その年のリリースを行った。この時以来、バーニングマンは文明から隔離された広大な塩類平原で開催され続けている。 物資も公共サービスもない荒れ地を会場としたため、参加者同士が助け合い、足りないものを苦面し合うようになった。こうして参加者自身により一時的に町と同等の機能が提供されるようになっていく。1990年代後半、インターネットへの接続が一般化すると、参加者たちの個人的かつ献身的な努力により、バーニングマンに言及する数多くのウェブサイトが作られ、 詳細な情報が共有されるようになる。また、1999年により、全米自動車協会、グレートデスティネーション、優れた旅行先カテゴリーに掲載される。国起人とその友人たち、参加経験者から直接誘いを受けた人々などによる、内輪のアンダーグラウンドなイベントであったバーニングマンは、こうして、世界各地から数万の参加者が集まる、現在のような姿に変化した。 ザマンのリリース後、翌年の指針となるアートテーマと新しいザマンのデザインが公にされる。各開催年のアートテーマは以下の通りである。バーニングマンにはリージョナルズと呼ばれる地域担当窓口及びそのメンバーがあり、各地域のリージョナルが行うバーニングマンと思想を同じにしたイベント、リージョナルバーンがアフリカ、オーストラリア、 ニューヨークほか世界中で開催されているリージョナルバーンはバーニングマンへのステップとしてバーナーたちの再会の場としてまた世界中の特色を活かしたイベントとして世界中に広がりつつある楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください